結局はここに戻っちまったか。ああそうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでこそこそやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スユンの隣に眠らせてあげようか。そやね、それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。うん、26年前狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また人言派が仕掛けてくる可能性は高いが、こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ、彼女なら解析できるかもしれん。分かった、こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。じゃ、道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか、いよいよか。ええ、カムロ町進行は近江連合の長年の夢やった。五代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本物の竜になるんや。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。そうか、このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか、仕方ないわね。あ、ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の。ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件、
協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか、その手があったか。佐山、お前これからどうするの？ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。はい、どうもこんにちは、さくやです。さあ今回もリアルごとく極み2遊んでいきましょう。佐山の様子が変だったな。まあ最初の父親は勘違いしましたからね。まあそれとは関係ないと思うんですけど、とりあえずじゃあ、まあセリナあたりにいるんじゃねえかなということで、いきますか。回復しながらね。お、あれ、ここトイレ通れたっけ。なんか一発で一瞬に移動してたような記憶があるんだけど、気のせいかな。ちょっと待ってね。マップ。多分、この方向、あ、セレナだね。じゃあ多分ここ行けば、展開地通り入り口まで飛べばいいのかな。あ、あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ええ。どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。そう。関西に帰るのか？ええ。あんなことがあったばかりだから、ママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが初めて。そう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でももうやるしかないのよね。大丈夫だ。え？どんな結果であろうと
俺が全てを受け止めてやる。だから何があっても帰ってこい、この町に。じゃあ私戻るわね。ていうかついにやっとだよ。やっとくっついた感がすごいある。いやこれを待ってたんだよ。こうなるんじゃねえかみたいな。まあでもあれだね、巣に戻るのが早いね。ああそうかそうか。まあパスワードって言っても多分総当たりなんでしょうね、解析って言っても。ねえ。続きしない？みたいな。ん？うん。ありがとう。それじゃ。で、この後は？おい、消えた。おう、キュウリュウ。伊達さん、何買ったのか？お、カツキに意識が戻ったらしい。お、いいことだね。あの、偽物いたやつだよね。おかしなことを言ってるようなんだが。俺は病院に向かう。お、これは病院に行ってカツキにお話を聞く感じかな。行きますか。病院。まあ、多分タクシーでしょうね、いつものごとく。そして夜になってる。さっきまで明るかったのに。そんな時間経ったの？やばいやば、なんかいる。さあ到着。ここら辺が逃げるよ。よいしょ。おお、来たか。カズキ。キリュウさん、すいません、お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか？もう大丈夫です。カズキ、すまなかったな、こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ？実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も？え、じゃあ店にいた和樹さんは？ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ、自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。尋問派の連中か？そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと？おそらく。キリュウさん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ？監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ？爆弾は1個じゃない、すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ数は分かります。いくつだ？連中は言ってました。26年前、殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると、残りは31個だ。キリュウ、
俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。分かった。伊達さん、俺は今から東条五階本部へ行ってくる。ん？どうしてだ？あ、そうだ、そういえばあったね、あの同じ車で大行列してた。まずありえない光景。何？本当か？ああ、任せた。何かあったら連絡する。じゃあな。ああ、じゃあ今度こそタクシーで登場会へ。そんでそんで、タクシー近いのはどこ？こっちだかな。どちらまで行かれますか？登場会本部まで。それでは出発いたします。31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立って、まとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を合田龍二のような奴に好きにさせたくねえ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。何か問題があったらしい。サイの河原行こう、待ってるからね。まあ協力得られなかったのか何なのかわからないけど、まあ、明らかにタクシー使った方が早い。行きましょう。タクシー、どちらまで行かれますか？ここ。それでは出発。そんで、地下に行くと。キラキラ光ってんのあるからちょっと見逃せないように。
J2。いやー、ここやっぱいいね、綺麗でキラキラして。なんだこの人たちは。まあいいや、行きましょう。到着。何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。なんだって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ神室町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする。俺が相手になる。一人でか。この広い神室町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。そろって不景気な面しとって。真島の兄さん、ギルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や、どけどけ。おりゃ、ありゃ、おりゃ。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。おりゃ、なんでやねん、なんで動かへんねや。うわりゃ。おいおい、大丈夫か。うわりゃ、やめた方がいいのか。うわりゃ、うわりゃ、いやー。動けや、くれ、動けや、このボケ。おおおお、来たぜ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで。伝説の情報やはん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、電話だ。それにしてもあのシステム謎だね。なんで叩いたら下がっていくのか。飛べん。マスター、マスターね、裏切り者マスターね。どうした。近江連合の連中が。はい、襲われて。おい、あ、やばいな、マスターのとこ行かなきゃダメ。これもしかして、仲間のもとへ急ぐ。またか、切るか。お、病院もやばいのか、もしかして。うわ、病室とめちゃくちゃに。
みんな襲われながら電話してるんだな。これ許せん、許せん。で、次は。次は、なんかあんのかな？なんか光ってるっぽいのあるね。気のせいかな？ここ光ってなかった。D4。あとはないよね。そんじゃ仲間のもとへ。あっと、今度は誰だ？もしもし。キュウリさん。ユウヤか。たった今合流会の奴らが。おい。ああ、大丈夫です。ここは俺らが。って言いながらも多分大丈夫じゃねえんだろうな。わかった。後で向かう。もうキュウリさん一人しかいないからさ、そんないっぱい対応できないんだよね。で、まずどこに行こうかね。キュウリュウさん、何ですか？知ってるからそれは。そんで、バンタムのマスターからも。はあ、早く行ってください。このままじゃ。分かってる。じゃあまずは近くのバンタムから行きましょう。バンタム到着。待たせたな。やっとご到着かいな。またお前か。何回も見てるな、この雑魚キャラ。さあ、いけるかな。ゾーラー、惜しい。せっかく全回復してきたんだから、死ぬわけにはいかん。あー、きつい。こいつ一人だけ強い。またで。おい、椅子持ってないんかい。いや、さすがハード強いな。コードパターンまでちょっと結構あれよ。あー、やめろ。それ拾いたいんだけど。うわ、きつそう。やばし、こいつ。ふざけやがって。やるな、お前。死ね、こら。刀の前には、勝てないんだね。さあ、次の仲間のもとへ。雑魚敵がいるな。次は病院。からのこの辺、多分この辺かな。ホスト。さて、後ろを通ればバレないはずだ。いやー、寿司食べたいなー。いやー、ちゃんとしたやつを。さあ、この辺。さあ、病院内は狭いんでね、どうやって戦おうかって感じなんですけど、アイテム拾う暇すら与えてくれないからね、こいつら。ありがたいこっちゃの。村正の前に散る覚悟あるか、お前ら。へいや。オッケー。お前銃構えてんじゃねえぞ、これやろう。よし、こっちは弱い。さて、次はスターダスト。あ、なんか落ちてる。緑まんじゅう。落ちてるまんじゅう食いたくないっすよ。ティーン。よし。で、スターダストは。なんで敵いるんだよ、ここ。チンピラ多すぎだろ。
待たせたな。入れないんかい。ちょっとチンピラならハードルも多分勝てるはずと思ったんだけど、これ看板とか欲しいな。おらおら、おら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 、あおう、電柱にチンコアタック、いいてこれは。殺人武器を選う。さあ、ゴルフクラブはちょっと収納できないんだ。ならば、手間取らせやがって。さあ、手間を取らせてもらったんで、さあ出すぜ。何の関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、ええー、つらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。さすがにこの人数はちょっと多いな。ここでゴーダを倒しておきたいとこだけど、そうはいかんでしょうね、きっと。あ、ダメでしょ、やっぱり。ほらよっ、ちょいちょい。これは痛そう。あ、もうこいつだけじゃん。多分これは多分ワンカウントなんでね、多分。決まっただろこれ。あー、ダメだ、まだだ。節約。今のあんたを倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理。お前が人工波を使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人工波が勝手にやったこと。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカムロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、
全部鼓動を済ませたらわしんとこへ来い。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。サシの勝負や。ああ。さあ、ストーリークリアということで、次回は15章。まあ今回ちょっとイベントシーンがやたら多かったなと。で、ボス戦っていうのもね、なんかボスっぽい感じでもなく、まあちょっと雑魚敵の大群みたいなね。まあ雑魚敵って言えばハードなんで結構強いんですけど、さすがにね、村正かな。あの前にはちょっと太刀打ちできないのかなということで、まあ結構使っちゃったけどね。そんな感じで、まあ、次回15章。多分ね、竜が如くで、行くと思うんで、ぜひね、チャンネル登録、あとコメント評価、あとツイートもしてくださると嬉しいです。それではね、次回また竜が如く極み2でお会いしましょう。今回はこの辺で。では。